午後4時前の JR 新潟駅。高校生の下校も始まり、ホームは混み合ってきました。リュックを背負い、それとなく辺りを見渡す白シャツ姿の男性がいます。一見すると若い会社員ですが、県警鉄道警察隊の私服警察官です。痴漢や盗撮などの犯人を捕まえるため、私服で周囲に溶け込み、目を光らせます。列車に乗り込むと、出入り口のあたりに立ち、車内でも不審な人物がいないかチェック。高校生追ってたりする人だとか、こういう待ってる時にある程度こう目線だとかっていう感じですかね。鉄道警察隊は総勢22人、 JR 新潟駅の構内に拠点を構え、鉄道施設での乗客の安全と安心を確保するため日夜活動しています。スリや置き引きなどの犯罪の予防や摘発、パトロールやラッシュ時の警戒警備などが主な仕事で、制服を着た隊員と私服で活動する隊員に分かれます。これからの時期、薄着の人が増える中で、鉄道警察隊が特に警戒しているのが痴漢や盗撮の被害です。県警によりますと、県内では去年、痴漢で26件、盗撮で185件が摘発されましたが、被害が多い場所の一つが駅構内や列車内です。通勤通学の時間帯に多く発生し、中でも薄着となる夏場に増えます。町の高校生は、スカート短くしてるとたまに視線感じるなみたいなのよくあって、だからエスカレーターとかエレベーターの時横に立ってます。私取られないように普通こうやって立つんですけど、そうすると危ないじゃないですか。だからこう向いてるんですよ最近。そうすると取られにくくて、スカートの足を取られたみたいのがありました最近。駅の中でも特に盗撮の被害が多い場所がエスカレーターや階段などです。女性の背後に立ち、スマートフォンのカメラでスカートの中を盗撮する手口が多いということです。この私服警察官はおととし、 JR 新潟駅の周辺でこの手口で犯行に及んでいた40代の会社員の男を現行犯逮捕しました。被害者は20代の女性でした。犯行のやろうとしているような状況があったので、しばらく血で注視してたんですよ。ここでずっとこうやっぱ見てて、エスカレーター行ったっていう情報が先ほど言ったようにあれで、まあ見てたら上がってる最中です、ね、でまあこっちを来て男を捕まえたって感じです。逮捕された会社員の男は過去にも盗撮で捕まったことがあり、鉄道警察隊がマークしていました。盗撮や痴漢は再び犯罪を犯す再犯率が高いのが特徴です。法務省の調べによりますと、痴漢の再犯率は 44.7%、 盗撮の再犯率は 36.4%、 性犯罪の累計の中でも再犯率は痴漢が最も高く、次いで盗撮となっています。盗撮だとか痴漢やる人っていうのはやっぱ動きがやっぱ一般の方とやっぱ違うので、目線だとか歩くスピードだったりだとか、その辺をちょっと気をつけながら見てる感じですかね。警察はエスカレーターや階段で被害に遭わないために、女性側も対策できることがあると話します。エスカレーターだとか階段のところはちょっとこう後ろを気にしていただくとか、周りの状況が見えるようなそういう利用をするだとかですね。警察官の存在を示すことで痴漢などの犯罪を抑止しているのが鉄道警察隊の制服隊員。制服隊員の大竹博子巡査部長です。いろんな人が
来られる施設ですので、道に迷って困ってる人はいないかなとか、まあ、不審な動きをしている人がいないかなとか、そういったことをいろいろ気にかけながら警戒してます。まっすぐ行ったところがそこで、で左曲がるとこうちょっと通路みたいな、ここ ATM とかあるんですけど、通路みたいなとこ入っていただくと、駅構内のパトロールや警戒警備のほか、通行人への道案内も仕事の一つです。もうちょっとまっすぐ行ってください。大竹さんは同じ女性が被害に遭うことが多い盗撮や痴漢を防ぎたいという思いが人一倍強くあります。盗撮や痴漢っていうのは、その被害に遭う相手のことを考えない、すごく身勝手な行為だと思いますので、本当に絶対許してはいけない行為だと思います。盗撮や痴漢は被害者が被害に気づかなかったり、被害に遭っても通報をためらったりするケースがあり、摘発につながるのは氷山の一角だといいます。盗撮っていうのはなかなかこう今自分が被害を受けたってはっきりわからないことも多いのかなと思うんです。もしかしたら触られたかもしれない、取られたかもしれないって、そういう段階でもいいので、間違ってたらどうしようと不安に思わずに警察の方に相談に来ていただければと思います。卑劣な犯罪から女性を守ろうと、今日も鉄道警察隊は目を光らせています。